はい、速稼場の久保です。暗号通貨すごいですね、空前絶後の高値をつけて、それがまさに収まりません。もう本当にはバブルの様子を呈しているわけですけども、仕込みが完了した私としてはですね、もう日々ですね含み益が上がっていって、もう今決済したら今後の含み益を失うんじゃないかなっていう風なね、そんなせめぎ合いになってきてます。いや、一時期ね塩漬けになったのもありましたけども、リップルなんてね、もうねあれから10倍ぐらいになっちゃいましたね。それでは画面を切り替えていきましょう。いや、すごいですね。はい、まずはね、ビットコインなんですけども、もうすぐ700万です。いや、8月1日に500万かどうかって予測がありましたけども、これ、今年中に1000万どころか、1500万くらいいくんじゃないかなっていうふうな伸びですよね。今のところビットコインを止める勢いはないのと、ビットコインがどんどんね、本格化してきましたよ。いろんな事業に参入して。まさにビットコインを、今日この瞬間持ってない人は、ほんとビッグウェーブを逃したなと思います。今10万、20万買っても、ちょっとね、はっきり言ってね、含み益大きくは取れないですよね。でもやんないよりはいいと思いますけどね。次、イーサリアムですけども、イーサリアムはデファイによく使われ出しました。で、私のお話した通りに、そういうことで需要が伸びてるでしょ。20万円を超える超えないっていうふうに、ずいぶん長い間やってましたけども、今25万につきました。いや、10万ぐらいまではこれいきますからね。いや、私はね、10万まではイーサリアム手放しません。はい、で次で、バイナンスはいいとして持ってないんで、リップルですね。リップル200円でしょ。198円つきましたよ。SEC の初想が一部取り下げられたことによって価格が急騰してですね、止まらなくなってきました。130円前後で推移したのが今198円と、200円はやすやすと超えると思いますんで、これ300円400円というふうに過去の水準を超えて、やっぱりリップルぐらいだったらね、1000円ぐらいに行ってもおかしくないと思うんですよ。で、我らが体の枝はまたこれも急騰してですね、150円。すごいですね。もう言うことないですね。何か言うことあるんですかね。じゃあ、ジンフィンネットワークに見ましょうか。ジンフィンネットワークみたいなね、変なの。今、8円、9円ぐらいになるんじゃないですか、今日あたりで。あー、すごいランキング上げてきましたね。8円。だから9円でしょ。だからブレイクポイントを10円だって言ったじゃないですか。これ、ブレイクポイントが10円なのと、ランキング100位に入るのと、ここでクロスするでしょ。わかりました、私が言ってること。ずいぶん長い間言ってましたよね。10円を超えたら20円、30円見えてきますんで、ジンフィンネットワークを仕込みが完了した方っていうのは多分2円、3円で完了してると思うんですよ。遅くとも5円になるまでには買っておいてくださいねってことだったんで買ったと思いますよね。どうですかね、ジンフィンネットワーク。数ある暗号通貨のうちにジンフィンネットワークを私がえりすぐって選びましたけども、はっきり言ってね、ジンフィンネットワークじゃなくても何を買っても上がってますから今。だからね、ここでね、ほら私の言った通りでしょっていう人は信用しないでくださいね。全部上がるっちゅうのに。適当に言ったやつでも上がってるんですよ。それに後付けの理由でね、私は分かってましたっていう人いますけども、偉そうにするなって話ですよね。はい、ジンフィンネットワークに関しましては、私はねそれなりに見立てはあったんですけども、結局これじゃなくても何でも上がってるんですよ。何でも上がってますから、暗号通貨何かとりあえず持っといて買っといてね、この半年以内に買っといて、損してる人ってのはほとんどいないですからね。だからこういう時に、いや私暗号通貨見る目があったんですよっていう風に自称する人に惑わされないようにしてくださいね。誰でも買ってますから、今買った人は。だから損切り時ですよっていうふうに売らした人はもう完全にこの人はダメです。ほっといてもフリーハンドで勝ち続けていくっていうのが今年の1、2、3月の、まあ4月もそうですけどね、まあお話ですからね。いや、これぐらいはちょっとね、分かってないといけないんじゃないですかね。はい、ということで今日は暗号通貨ニュース以上のようにお届けしましたけども、皆さんの資産状況いかがでしょうか。私はカルドネイダのプレセール分もあるんですけども、それを除いてもね、もう一財産できたような感じですよね。ただ決済のタイミングが難しい。課税の金額でかいから困っちゃいますよ。で、最近私ね、車のカタログばっかり見てますね。ネットですか。Y33 のセドリックグロリアってやつ、私ね20代の頃乗ってたんですけども、高かったんですよ。で、事故で壊しちゃったんですよね。あれをもう一回乗りたいなと思ったら、出物が今あるじゃないですか。でも球数少ないですよね。いやー、フェアレディ Z とかね、グロリアとかね、なんか若い頃に戻ってああいうのをもう一回手にしてみたいなって思っちゃいました。やっぱり含み益が増えてくると欲望がなんか出てきますね。まあ買わないですけどね。そう思って憧れるだけが楽しいんですよ。ということで本日は以上です。ありがとうございました。